社会的包摂あるいはソーシャルインクルージョンとは、社会的に弱い立場にある人々をも含め市民一人一人、排除や摩擦、孤独や孤立から援護し、社会の一員として取り込み、支え合う考え方のこと。社会的排除の反対の概念である。1970年代のフランスで、障害者や高齢者が突き当たる困難を分析する中で、社会的排除という言葉が生まれた。 社会的排除は、社会関係に対する個人の位置を表現する概念であり、貧困問題や障害者対策など、社会保障や福祉に関する政策や議論の中で発展してきた。かつての階級闘争論では、社会的不平等は富裕層と貧困層の所得の格差で語られたが、社会的排除論は単に経済力に裏打ちされた社会的地位だけではなく、職業、 健康、教育、家庭環境、国籍、ジェンダー、年齢層、地域環境など多元的なリスクによって決定される格差によって人々を社会の中心に近いインサイダーと社会から排除されたアウトサイダーに順別すると考える新しい社会的不平等の概念である。社会的排除の概念は1980年代にはヨーロッパ全体で注目を集めるようになった。 20世紀末のヨーロッパは急激なグローバリズムの展開によって各国ともに財政危機にあった。新自由主義が台頭し直接給付の福祉はもはや有効ではないとしてケインズ主義的福祉国家路線は放棄された。若者と長期失業者を中心とした雇用の不安定化と貧困、逸脱行動が社会問題化し、 そうしたドロップアウトした人々を他者化する考え方が蔓延していた。拡大する不平等感を抑制し、より安上がりな福祉国家を再構築するため、終焉化した人々を社会に再び参加させる社会的包摂というアプローチが政策目標として創出された。具体的には、ワークフェアやアクティベーションと呼ばれる職業、訓練政策が包摂の名のもとに実施された。また、 就労と切り離された包摂政策としてベーシックインカムが議論されている。社会的包摂の概念はノーマライゼーションと共通する概念として北アメリカの障害者福祉や教育界に影響を与えた。1980年代にはインクルーシブ学校やインクルーシブ教育といった言葉が使われるようになり、1990年代には インクルージョンという用語が現れ、1994年にユネスコが発表した特別なニーズ教育の原理、政策、実践に関するサラマンカ声明に取り入れられて国際的な影響力を持つに至った。一億総活躍国民会議の民間議員である菊池桃子は一億総活躍のネーミングがわかりづらいとして代わりにソーシャルインクルージョンという名称を提案した。 2006年の介護保険制度の変更により、この概念が地域包括ケアシステムにも影響を与えた。世界銀行の定義では、ソーシャルインクルージョンは、社会の一部を担うにあたって不利な個性を持っている、人々の能力、機会、尊厳を向上させるプロセスを含んでいる。世界各地で、ソーシャルインクルージョン担当閣僚が任命され、特別対策チームが設立している。 2004年、南オーストラリア州首相のマイクラン政権で最初のソーシャルインクルージョン大臣が誕生した。これは1997年のイギリスのトニー・ブレア首相によるソーシャルエクスクルージョンユニットを元としていて、マイクランは2002年にソーシャルインクルージョンイニシアティブを設立していた。同政権下では、モンセニョール・デビット・カポが指揮をとり、南オーストラリア内閣で、 実行委員長となり、後にソーシャルインクルージョンの実行委員長として、社会的に不利な立場の者のに広く力を与えた。カポは、ほとんどの社会的不利益が、単一の組織による対応ではなく、合併を必要とする複数の原因があることを考慮して、組織間を移動することを許可された。このイニシアチブは、南オーストラリア州政府による共通基盤の設立で、荒れた 眠っているホームレスのための高品質の都心のアパートを供給するストリートツーホームイニシアティブ、また途中で退学することなく就学する率を向上させるために設計されたアイキャンの柔軟な学習プログラムで大きな投資となった。また、カポによるコミュニティレベルと中間レベルのケアと障害サービスの見直しの必要性に焦点を当てたステッピングアップ報告書に基づき、 メンタルヘルスサービスを改革するための大規模な資金援助が含まれていた。2007年にはオーストラリアのケビン・ラッド首相により初めての連邦政府ソーシャルインクルージョン大臣としてジュリア・ギラードが任命された。ありがとうございます。